だからそれはもう、なんつうの、源濁れば流れ清からずで、もう、創価学会ってとこは、まあ、平成5年に伊勢音頭を作り出しちゃった。そして、まあ、切りないけどね、方々を言い出せば切りないけど、平成26年の時に、本門会談の第五本尊を、呪事の対象といたしません。言いのけたわけですよ。で、みんなね、驚愕ないから、呪事の対象といたしません。ああ、わかったわかった。でも本尊としては認めてんのよ、と。で、並ぶ大聖人のご神筆の中の一つでしょ、と。今まではそれを特別に拝まなきゃいけなかったんだけど、今後はそうしないだけよんってこう思ってるでしょ。と、だ肝心の本尊称とかもうみんな知らないからね。知名らない前です。だけは知ってるけどっていうか。いや、やっぱりね、人間革命もそうなんだけど、古書の一編ずつ出てくるんですよ、ちょこっとずつ。だからそれが我々が覚える風な状況になってるんですよ。だから本当にね、この古書を勉強して何もかも分かるっていうのは少ないですよ、実際に。でも戸田会長はね、剣豪の修行のごときに御所を研鑽しなさいって言ってたんだよね。剣豪の修行ってことはもう朝晩朝晩もうひたすらみんなで集まって御所を一生懸命辞書とかいろんなご住職に聞いたりしてやんなさいと。でね、要はその呪事即肝心なんだよ。ね、名前だけは分かるじゃないですか。結局、正しい御本、まあ、究極はいわゆる、弘安二年の本門会談のご本尊に対して、呪事っていうのは、要は、信仰を厚く思うってことですよね。信仰を取る。ことによって、肝心って何言ったら、成仏できるってことですよ。だから、呪事の対象としていたしませんって言ったってことは、成仏を手放したってこと。絶対に成仏しませんよ、と。っていう、驚愕的にはそうなるわけ。ところが、みんな中、ああ、女子の対象にしないの、ああ、そうね、ぐらいで終わってんだよね。でね、見ててね、平成26年からさらに学会も悪くなった。生活が。だからもういよいよ最後の皮がもう切れたっていうか、糸が切れたって感じ。で、こう、階段の第五本尊から離れてね、大聖人の仏法って語れないんですよ。